それでは今日の最後の話題なんですけれども、商業列と4因子展開に進みたいと思います。教科書は 3.4.1 節87ページです。まずここでは商業列というのを使うんですが、実はこの授業では商業列の定義をずっと前にしておきましたので、一応これ思い出すためにその以前のスライドを出しておきました。まあ、こんなふうにその行列 A があったときに、まあ、特定の R 行や S 列を取り出した作った行列を、まあ、商業列と呼ぶということをやりました。で、今回はその商業列の中で特に4因子と呼ばれる商業列をですね、使ったものを定義します。まずこの、まあ、A をですね、N 次正方行列としたときに、このラージ A の IJ というのをこの A の第 i 行以外の行と第 j 列以外の列からなる商業列とします。つまり A の ij といったら i 行と j 列は取り除きますよということを考えるわけですね。で、これ例としてこの A の22っていう行列を作るときにどういう整理かっていうと、第2行と第2列をこう消してカチャッとつなぎ合わせるわけです。そうすると第1列、第3列、それから第1行、第3行からなるこういう商業列が得られます。これを、まあ、ここでは A の22というふうに呼びます。で、さらに、この A の IJ にですね、このマイナス1の i プラス j 乗をかけたものを、A の IJ4 因子と呼びまして、これは A のニョロっていう記号ですけど、これチルダって言いますね。A のチルダの IJ というふうに書きます。よろしいでしょうか。まず A の22だったら2行2列の成分を除いた上でマイナス1の、まあ、2プラスこの場合2プラス2乗ですね、だから4乗をかけたもの、これを A の IJ4 因子、今の場合だとこの A の22因子と言いますけど、そういうふうに言います。あ、ごめんなさい、これごめんなさい、これ行列式ですね。A の IJ の行列の行列式を使うということを、注意してください。で、ここで、この4因子というのが何に使えるかというと、これが4因子展開と呼ばれるものに使えるというのが、教科書の定理、3-18 ですね、教科書89ページにあります。これはどういうものかというと、まあ、P をですね、1から N のどれかの値にして固定します。で、この時に、この各 P に対してこの式が成り立つというんですけども、この式は何を言っているかというと、A の行列式っていうのが、この A の PJ 成分と、それから A の PJ 余因子の積の和でかけますよということを言っています。で、これは、その A の行列式を、その A の PJ 成分に関して、まあ、展開した形をしています。ですので、この展開の形をですね、A の第 P 行に関する余因子展開と呼びます。なお、PJ 余因子の定義を一応、がですね、教科書ではもう少しちゃんとした形で書いておりまして、PJ4 因子っていうのは、先ほどの A の IJ という行列の行列式に、マイナス1の P プラス J 乗をかけたものですよっていうふうになってますが、ここが A の PJ4 因子と呼ばれる部分です。で、一応、なんとか時間は取れそうなので、頑張って証明しますと、すみません、ちょっと早くなると思いますが、後で必要な人は復習していただきたいんですが、まずこれ A の第 P 行、ここにありますね。P の I 行を先ほどの行に関する分配法則を用いて、この一個一個の PJ 成分ごとの和に分解してしまいます。P 行はこういうふうにありますから、これを P1、P2、点々、PM っていう形にして、その PJ 成分以外は全部ゼロになるような、こういう形で分解してしまいます。で、次に、このそれぞれの分解した行列式に対して、第 J 列に関しては、第 P 行以外の成分をゼロにします。例えば、これ、この P1 が残ったところは、この1列のこの P1 成分以外を全部ゼロにしてしまいます。これ、なんでかっていうと、実はこの形の行列式ですね、ここに P1 っていうのがあって、残りのここが全部ゼロですから、この行列式を計算しようと思うと、1列目の成分というのはこの P1 を持ってこないとこの行列式は全部ゼロになってしまうんですね。ですので実質的にはこれ P1 以外の第1列の成分というのは全部ゼロになっていても行列式は等しいというわけです。同じようにして2列目も P2 以外は全部ゼロにする。
N 列も PN 以外全部0にするということで、行列式が等しくなります。で、3番目のステップは、これ、今度はですね、各行列式で、P 行と P-1 行、P-1 行と P-2 行っていうのをこう、くる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 ひっくり返して、その第 P 行を第1行に持ってきます。でそうすると、これ行列式は行を1回交換するごとに行列式の値がマイナス1倍になるってことなので、P-1 回交換すると、行列式はマイナス1の P-1 乗倍だけこう変化するということなんですね。で、これを全部頭の方に加えて、かけておきます。で、さらに、この第各行列式の今かけたこのマイナス1の指数をですね、調整します。P-1 だったものを P プラス1にしておきます。まあ、ちょっと理由は後でわかるんですけど、P プラス1にしておきます。で結果的に、これってマイナス1の2乗をかけたことなんですけども、マイナス1の2乗は1ですから、全体の値としては変わらないわけですね。だからこういう指数だけ変えるということができます。で、次のステップでは、今度はその各行列式ですね、J 列と J-1 列、J-1 列と J-2 列っていうのをくる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 交換して、第 J 列を第1列に持ってきます。例えば、このやつはですね、もともと第1列ここにあったので、何もしないですね。ここは第2列を1回列交換して、第1列に持ってくると。で最後の行列式に関しては、この第 N 列を N マイナス1回くる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 列交換して第1列に持ってくると。こういうことを繰り返します。そうすると、列交換をした分だけ、このマイナス1の何乗かっていうのがまたかかるわけですね。最初の列はこれ何もやってないから何も交換してないから指数は p プラス1のままですけれども第2列は1回列交換したから p プラス2になる。で最後第 n 列は n マイナス1回列交換したので p プラス n 乗になるというような形になります。で最後にこの各行列式でこれ11成分を外に出すとですねで展開することができてで実はこの右下のブロックっていうのは全部PJ4 因子なんですね。ですので、これ、1成分を外に出すと、A の PJ と、それから A の PJ4 因子との積にということの和になってですね、これで定理での主張の式が成り立つということが分かります。というのが、以上が証明です。それから、あと、4因子展開に関しては、定理3の19というのもあるんですけれども、まあ、これはちょっと、詳しい説明を省略しますが、これは i が j の場合は4因子展開と同じでですね、で、i と j が等しくない場合には、その a の第 j 行、第 i 行と同じ行で置き換えた行列に対する4因子展開ので0になるということを言っております。あと最後に、4因子行列というのが出てくるんですけれども、これ、a を n 次正方行列としたときに、この A のチルダっていう行列を定義するんですけど、どういうふうに定義するかっていうと、A って A チルダの JI って書いてますね。ですので、A の JI 4因子をこう点値行列の形で並べたやつですね。これを A の4因子行列と呼びます。なんで、この4因子のチルダと、それから4因子行列のチルダって2通りありますので、区別して覚えておいてください。で、この4因子の行列に関しては、実は A と A の4因子行列の積がですね、A の行列式かける単位行列に等しいという性質が成り立ちます。で、このことから特に A の行列式が等しい、A の行列式が0でない場合には、この A の逆行列っていうのが、A の4因子行列かける A の行列式分の1という形で表されるということも言えます。皆さん、もしかすると 2×2 の行列の逆行列今までやったと思いますが、実はこの定理にでも説明できるので、後で確かめてみてください。あと、ファンデルモンドの行列式というのも一応ありましたので、載せておきました。定理3の21ですね。すみません、番号抜けてましたけど、定理3の21。教科書の93ページです。これはまあ、こういう形の行列式が、この xj と xi の差の積になるというもので、まあ、いろんなところで対数学の中で使われております。はい、一応、証明は省略しておきます。はい、というわけで、今回はですね、行列式の定義の展開、それから行列式の性質について、説明を行いました。
次回あの第10回最終回になりますけれども、あの次回は第4章 の、 あの行列式 の、 あの発展からですね、紹介していきたいと思います。内容としては固有多項式、固有値固有ベクトル、クラメールの公式、多重線形性と行列式といった内容を説明していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で、あの今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。